案外そこまで難しくなかったな、慣れると。で、次がストーンフェイス。石の顔か。さて、どんなものが待ってんだろう。トーテムのでかいバージョンとかあるとか。おお。結構これは遺跡チックなところに来たね。あ、この音楽は結構個人的に好きな音楽だったやつだ。あそこにもあんな、ブロックが。なんか iPod に入れてこの音楽ずっと聴いてたんですよね。これちょっと、なんか良くてですね。まあいいや。忘れ物はないな。では、これに乗って上に行こう。ちょっと待った、ちょっと待った。危ねえ。ちょっと乗り遅れるとこだった。これは完全に俺のこと落とすつもりがあるから、ここで乗って行くわけだ。で、あそこにまたか新しい鍵があるね。ちょっと待った、危ねえ。穴には収まると俺聞いてねえぞ。結構ここ本気で落としに来るな。よいしょと、これで戻っても大丈夫でしょう。あともう一つ鍵が必要なのかな。多分こっちにもなんかあるはずなんだよな。うん、こっちが先だね。後ろには何もない。オッケー。チェックポイント来て、ここでグラビティブロックを入手と。結構今回早く来たね。ここも鍵が必要だな。じゃあ次はあっちか。オッケー。いや、ここはもう簡単だね。グラビティブロックを使ってジャンプしていくと。これは何だろう。ああ、そういう。ブロックこれはおそらくこうやって閉じないように蓋しちゃうんだな。そうすれば、あら、あら、普通に閉じちゃったね。おかしなことになってる。ああ、マジか。ちょっと予想外れちゃったね。あれ押しつぶされちゃうから気をつけないといけないんだよな。おっと。じゃあここに来るのは後ってことかな。おそらくちょっと寄り道的なことをしていくのかなとは思うんですけど、どうするんだったっけな。あっちの方に鍵があるんだよな。さっき埋め込んだ。これを回収しちゃうとここは閉じちゃうけど、あっちの鍵が開くようになるということですね。OKOK、wait。ちょっと俺そこに乗んないといけないんだ。ここには鍵ないんだよな。ここに鍵差し込んで、どうすんの？こっちは意味ないしな。ああ、あった。ああ、そういうことか。分かった、やっぱり全部鍵回収しないとダメなんだな。こっち、ちょっと待って。
ちょっと待った。ああ、わかった。あそこの上に鍵があるから、あの鍵が連動してんだよな。ここはもうやったんだよな。やって鍵回収したから、あっちの方のパズルを何とかして解かないとダメか。これ結構わかんねえぞ。何も取り逃してるものはないしな。まあ一応チェックポイントで。後ろには何もない。一応念のため確認ということで。あっちの方にして何とかしていかないといけないんだな、これ。で、これがさっきおかしいなと言ってたやつなんだよな。あれ？ああ、そっか。ここは元から空いてるもんな。で、こっちがさっきこのブロック、赤いブロックの入ってた部屋なんだよな。あっちの方どうやっていくんだろうな。これはね、ブロック置きっぱで開けたことにはできないんだよね、さっき試した通り。だから、あっちか。あ、そうだ。わかった。そうだ。あそこの鍵回収してねえからだ、俺。取り逃してたって、あそこの方見逃してたの。よいしょと。こっちは後で戻るとして、あっちの方のプラットフォームを動かそう。よいしょと。と待ってくださいね。カットしますね。OK、失礼しました。ちょっとスチームの方をいじってました。よいしょと。まあいいや。うわぁ。地球みてぇだな、下が。ここだけ見ると。いいね。こういう感じのとこに憧れますよ、自分は。これは、こうしちゃえばいいんだ。こっちの左側何があるんだ？下に続く道なんだよな。あっちはまだ行っちゃダメだ。ああ、やっちまったー。俺のバカー。俺のアホんだら、なんであんなことした？いけると思ったんだよ。いけると思ったらこのざまだよ。よっと。また最初からだよ、ここの。まあ幸いそこまで遠くまでは行ってなかったけどさ。まあいや、あそこの左の方はまだ後で来るということだね。おそらくまあ戻るときの近道な感じなんでしょう。よっと。出た。よいしょと。で、これで戻ってと。あっちの方に、ちょっと一旦ここに足ついて、あっちの方にジャンプと。オープンセサミー。で、青い鍵だね。完全に下が地球臭いんだよな、これ。いいな。なんか、もし自分がリッチだったら、壁全体にでっかいでっかいテレビくっつけて、あんな景色を映したいですけどね。いくらすんでしょうね。よいしょと。これで、戻ってこれたということかな。まあ、閉めちゃっていいっしょ。頭ぺちゃんこにされないように気をつけないといけないけど。あっちの方はまた戻れるから。よいしょと。よいしょと。で、ここで登って。
一旦ここに回収してと。で、こっちの方から移動して。あれ？取れるやつだ。OK。じゃあ、もう戻ってもいいな。忘れ物ないよね。OK。これでやっと鍵2つだ。案外時間かかったな、思ったより。あそこの鍵も回収しちゃっても問題ないしと。で、これで、やっと、あっちのね、方に行けるということですね。あ、そうだ。シークレット？オッケー。ちょっとシークレットがあるとは思わなかったの。普通に大事なものかと思ったばっかり思ってたから。よいしょと。ちょっと一瞬落ちそうかと思った。で、これで、あっちの方に戻って、鍵回収して、真ん中の部屋の方、やればいいのか。頭潰されないように気をつけねえと。これで5個あるから大丈夫だね。ただ念のためあっちの方に行ってセーブしときましょう。あった。OK。これでね、なんかヘマしてもすぐにリカバリーできます。そうだ、これで上行って、ここに差し込んで、あそこに差し込むんだと。あ、そうだ、めんどくせえから、このグラビティグロープで上に行っちゃおう。こうすればマイクラフトみたいに積んで移動できるんですけどね。よいしょと。で、これで下に戻して、今度はこっちだ。で、ここの方も差し込んだら、あっちの方がここから差し込むと。これであっちの方に道が開くから、忘れずに鍵もちゃんと回収していこう。で、ここの鍵も回収してと。これ鍵3つあるから、おそらく先でも使えるとは思うんだよな。まあ、いらない可能性もあるわけで。よいしょと。なんか隙間から見える空ってのもなかなか素敵ですよね、こういう。よいしょと。何もないな。まあ、シークレットはさっき取ったしな。お、ゴールですね。あ、あそこの階段飛んなくてよかったか。なんかあんじゃないから、どうしても勘ぐっちゃう。まあいいや。